こんばんはテレビプロデューサーの佐久間信之です乃木坂46の久保しおりさんお疲れ様でした2024年5月22日水曜日この時間私佐久間信之が日本放送からお送りしてまいりますえーっとですねあのー、すみませんあの皆さんにちょっと一応あのお話ししたいことがありましてあのちょっと聞いていただきたいと思いますあのー、えー、本当にやろうとしてたテンションでまた一回話しますね番組冒頭からいきなりのお知らせです 3年ぶりの番組イベント佐久間信行の「オールナイトニッポンゼロ」リスナー超感謝祭2024新時代チケット最速先行販売が27時の番組開始とともにスタートしましたっていうつもりだったんですけどあのー、そうですねあのー、今この10分間の間に僕の間に起きたことを説明しますえー、50分ぐらいからえブースの外にスーツ姿の大人たちがたくさん あのー、わらわらと集まり始め、えー、相談をし始めでなんか俺は遠巻きになんかあったのかなっていうのだけちょっと見ていて、えー、もにそしたらブースに喪に服したような、えっと、人たち、えー、簡単に言うと日本放送のプロデューサー日本放送のイベント部の人たち、えー、そしてですね、えー、e+ の皆さんがいらっしゃって。 えっとですねあのー、僕の今ね今整理してる最中なんで説明するとえー、サーバーが完全に落ちている状態でえー、サーバーが完全に落ちている状態になってしまったのでえー、がらないとで繋がらないのででこれが運営中に復旧しそうだったらえー、初めて繋がったところからなんだけど えー、オンエア中に復旧するめどが立たない <laughs> どうやら <laughs> なのでえ今日の販売が中止になるらしい中止になるでいい,い,いのかなで,ですよねほぼ中止になるということで、あのー、改めてスタッフというかあの、えー、スーツ姿の人たちも全部、えー、代表して、えー、まず本当に申し訳ありません。 あのですね、あのー、だって今日のために休みを明日取ってくださった方とか、えー、いらっしゃるじゃないですか。でなのでその方々が買えないということもまああるしあとはこれ後日発表というのが、あのー、どうなるのかあのチケット自体がどういう発表発売になるのかっていうのは今外にたくさんいるなんつったらいいんだろう もう俺からは喪服姿の人にしか見えない <laughs> 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 おっさんと大人たちが <laughs> なんですよそういう状態になりましてあの明日早い人なんで今日急に夜中から売り始めるってこともしないんでしないんですよしないんであのー、寝てください <laughs> はい本当に申し訳ないですあのあ、ー、しちょっとその今日急に、あのー、売るとかはしないんで本当に申し訳ない寝てください であのとはいえあのんでかっていうとそれはもう発表する諸々もろもろが段取りもろもろありますんではいなんでえー、これに関しても寝てくださいえー、で簡単に言うとリスナーの皆さんが集まりすぎたというかまあそれもありますそれもあるがまあそうね日本放送と e プラスが あのー、ちょっと番組はなめてたというか <laughs> 本当に申し訳ないあそのリスナーのこのなんか熱というかバリューというかあのその辺がな、えー、めてたっていうことになってるっていうことなんですよこれ今ちょっと俺も分かんないんだけど今サーバーにはもう落ちてるんですか入れないっていう入ってるもしくはそれとも何かなってるんですかえー、今ちょっとそこをですね あの今確認してます、あのー、あのただ今俺が、あのー、どの部署の人に話しかけても全員あの腰を90度に曲げて話すんで誰とも目が合わない状態になってるんですけど <laughs> まあ簡単に言うと本当にあのん、ー、か変えてる人見かけたっていうのもあるけどそんなことはないんですよねうん。それは多分ないはず。確認してます 多分変えてる人なんていないはずだと思うんだよな閉じるってさっきおっしゃってたんであのだから先着にするからだよっていうのはみんな思ってるでしょあのみんな思ってるよねみんな思ってる先着にするがか,からだよっていうのもあるけどうんなんか X で購入報告が上がってるっての来てるよこれ本当ちょっと待ってこれはルッポだぞちょっとまそんなことある 変えないって変えないようになってるって今俺は説明受けたぞ。変えるなんてことあるかえ寝ていいって言っちゃったぞ俺。寝ていいって言っちゃったからな。変えるのはやめてくれよ。間もなくで変えないはずになってるはずだよこれ。ちょっとこの X で変えた人取れたんだけどこれどうなるんだって人がいるよほら。えちょっと待ってこれ。本当 取れた人が X に現れたよ。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。<laughs> <laughs> 今ちょっとにあの日本放送とあの E プラスがほんバタバタしてるんで、あのどうする？普通に関係ないフリートックからする。う <laughs> ん <laughs> <laughs>。閉じる前に変えたりしてるのかな？あのでも基本的にはさっきまあもう一回説明すると。 まあ10分前ぐらいに、えーえー、みんな入ってきてでなんか俺がトイレ、まあ、ルーティーンで言うと俺はだいそのジングルを取ったらトイレに行ってでうがいとかしてで戻ってくるの戻ってきたらさっきまで楽しくジングルを取ってたはずのブースにスーツ姿の大人が8人ぐらいいて全員下を向いてる状態で <laughs>「俺どうしたんですかいやどうもしねえななんかあったな」って思ったんですよ何かあったなって言ったら あのー、その日本放送のね俺の,のプロデューサーとイベント部のプロデューサーがゆっくり顔を上げて「今日は販売を中止してたろ <laughs> いません」って言われたんであのー、多分買えないはずですのその1個ぐらいはあのー、なんかえー、そう偶然なのかな買えた人っていうのは何なのかちょっと分かんないですけどそれはちょっと調査します調査するんですが現状で言うとあのー。 いや僕は本当に申し訳ないなあのあかつえひ、ー、いて言うと、えー、先着にしようっていう、えー、提案を、まあ、受けた時にまあこう夜中に先着って大変ですねとは言ったが俺は強く反対はしてないので、あのー、で盛り上がるからって言われてまあ確かにお祭りっていうのもいいもんですねって言ったのはそれは俺も言ったから俺にも責任はあるのであの本当に改めて申し訳ないっていうふうに。 えー、思いますただその本当に申し訳ないテンションで90分放送するわけにもいかないので <laughs>、あのー、楽しい放送をこっからちゃんとやりますがえー わざわざ有休を取ってくださった方には本当に申し訳ない寝てください。でその上でゲスト発表だけはさせてください。で改めて、えー、イベントのこととか話します。でその上で、えー、後日ちゃんと皆さんが分かる形でもう分かんないですよもう一回先着をやりたいっていうのかもしれないし抽選に切り替えるっていうのが分からないですけど、えー、チケットは、えー、しっかりちゃんと、えー、ーーあの発表いたします。で別のの段取りでありででますので えー、ちょっとねあの変えたって情報だけもしかしたら何かのミスで変えてるだけかもしれないんでそれはちょっと確認します現状は変えないはずですあのー、もう全部、えー、そのあの切り替わるサーバーが完全に落ちてるんで、えー、っていうことになってるんでそれを今確認しますんでえー、ではただあのもう俺の俺もひっくるめてだよ俺もひっくるめてディスると何が新時代なんだよ <laughs> おい何が新時代なんだよマジで <laughs> 何が新時代なんだよおい待、ま、ってくれよ新時代にスペックが追いついてないじゃないかこれはアナログイベントだろおいおいあとの曲もう二度と書けんなよこっちどういうことなんだよ <laughs> えー、メール来てます兵庫県ラジオネームリオネルタッチこれが三四郎の望んだ景色か今間は笑ってるよそうなんだ <laughs> ちょっと待ってくれよこれかよちょっとねあのちょっと説明させていただくとそのぜ三四郎がね先週のラジオで、まあ、武道館でイベントやるとで俺がまあね先週 あの三四郎の武道館のことをいじってこなかったのは理由がありまして僕我々もイベントやるからなんですよって言っててでまあ三四郎はでもそのオードリーと違って物語がないのに10周年で武道館やるってすごいねって話したのでその後の、えー、今の先週の「三四郎のオールナイトニッポンでまあひ,ひどかったですよ小宮がうちのイベントのことに触れてチケットは中性販売ってめちゃくちゃ嘘ついてた <laughs> で失敗してほしいから嘘ついたっつうんだよ <laughs> これが、その、本当に抽選販売になったらどうしよう。<laughs> <laughs> その。<laughs> そしたら、あのー、コミヤのが、嘘っていう、嘘っていうか。失敗してほしいから、嘘ついたっていうのが、本当にすべてちゃんと当たってるって、いうコミヤの呪い <laughs>。予<預>言者 <laughs> あー。ああ。 で俺のトーークがめちゃくちゃゃく失敗するシシュミレーションも立ってたんでねあのステージに立ったらトークが全部飛んで最終的に宇宙人連れ去られたっていう嘘を俺が突き出すみたいなでまたそのモノマネがまあまあ似てたんだよ他のモノマネ似てないくせにさで最終的にね俺のトークの癖みたいなめちゃくちゃいじられたで俺は本当は今日の放送でね言い返してやるつもりだったであのもうほんとディスリの言い返しをたくさん用意してって最終的に俺はこう言いたかった 三四郎の武道館はね失敗しますよって言いたかったです。<laughs> 俺たちのイベントが失敗の入り口にも立ててない。<laughs> 失敗の入り口にも立ててない。わ <laughs> あ<ー> <laughs> 申し訳ない。<laughs> 明日の有給取った人たち何すんの？俺と一緒に飯でも食う。<laughs> えー、メール来てますラジオネームクロアチアのクロコダイル佐久間さんチケット販売中止でも気にしないでくださいこのあと4時からチャンピオンズリーグの一つ下の大会ヨーロッパリーグの決勝があるのでどせ起来てます <laughs> 深夜に活動する海外サッカー勝ちでよなめないでくださいいや君が特殊なだけ <laughs> そんなわけじゃない <laughs> そんなわけはない <laughs> いやーなんかね本当はねアンサーでやりたかったんですよバチバチにね 三四郎んとこのゲスト発表なんて第一弾が不良とカナダだろうみたいなこと言いながらね「東京都荒川区ラジオネームみくだりパン」「佐久間さん大人の有給の数をなめないでください毎年繰り越してはなくなっていく僕の有給まだまだありますよ <laughs>」「いや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 いいんだよいい本当、うんだよほんと」「来週にまた先着でやるとかやんないから今んとこね分かんないけどそれ説明するけど <laughs>」 えー、ラジオネーム,ラ,イムラジオネームダースふふいつから有休は一日だけと言いましたかいやいや本当申し訳ない頼もしいけどね頼もしいけど本当 えー、ラジオネーム逆バンジー、ワンチャンコンビニで買えるんじゃねちょっとコンビニで行ってくる、コンビニ行っていくいや違う違う違うあの、プレイガイドで何か、昔のプレイガイドみたいに、ネットが死んだから直接買えるとか、テレアポで買えるとかじゃないのテレアポで切り替えたらとかってことはないんだよ、セブンじゃないピアノ窓口も行かなくていいよ、半蔵門のピアノね、と窓口とか行かなくて、あのピアノ窓口ってまだあんの <laughs> えー、茨城県。 ショラジオネームショートへの悩んだ全く状況が読めないな興奮してきた、ね、<laughs> いやいやいや変態だよ変態サンドイッチマンの悪影響 <laughs> こっから別に漫才が始まるチケット買えないって漫才始めないから、ね、<laughs> やっぱインプラスが一番興奮するよね「興奮してきたね」つって始めないから漫才 <laughs> いやこれはですねあの今ちょっと状況整理してるんでこまめに状況入れてくださいで あ、ただ今日はここれ以上発売することはも絶対ないんで、あ,あの大丈夫です。ただ、その明日の日本放送がどうなってるのか俺はも,もう分かんないです <laughs> <laughs>、あのー。でもねシリアスな話をしましたこの10分間あのリスナーに本当に申し訳ないからあの、どういうふうに説明するっていうのと、まあ、俺も代表してちゃんと謝りますって話をしたんだけど。うん っていうことではあるんですけどね。本当にそれ改めて申し訳ない。でもイベントは盛り上がりたい。あのー、最初に確かにこうはっきり言う。初動はつまずいた。初動はつまずいたが <laughs> イベントは盛り上げたい。本当に。うん。えー、三試論のところのゲストがまあ第一弾不良とカナダでばこだから俺たちは第一弾のゲストが発表しチケットに合わせてっていう,うに発表しました。発表しようと思った。 ただ、これだけは段取りで決まってたのもあるし、まあ、なんだったら、深夜3時のこの時点で、もう、あの、先方の事務所とも連絡が取れないんで、発表します。発表するので、あのゲスト。えー、ちょっと一回発表させてください。えー、強いゲストを仕込んでおります。えー、面白くなるのはもう間違いないです。えー、うちのゲスト。横ありのイベントにこの男が来ます。キングコング、西野 <laughs> キングコング西野とが来ます <laughs>。キングコング西野がですね、あの新時代のタイトルにふさわしい男ということで、キングコング西野とえまあ加賀氏、近畿大学のスピーチできますか？近畿大学のスピーチができますかって言うんです。よ不良とカナダに西野 <laughs> はできます。しょ私は早稲田大学でやってます 近畿大学のスピーチと早稲田大学のスピーチとぶつかり合いですよ <laughs> おい新時代流すな <laughs> ちょっとずつ絞れ <laughs> ちょっとずつ絞れ怒られるぞ <laughs> あのー、改めて西野くんがねどれぐらいのカリスマかっていうともうだってね あのー、寝ないって言ってたのね昔ロケ現場からロケ現場どんなロケ現場も全部スケッチブック持って走っていって途中スケッチして絵を完成させて戻ってきてで戻ってきたらみんなに、A、みみ見せて絵描いてであのロケバスでみんな寝てんのに「眠たないわーって眠くないっすよね僕」って言ってたので、ね、新時代でしょ。うん あとそのロケがロケがその東京タワーの下で始めたいんだけど修学旅行生がいるから始めらんないパニックになっちゃうかもしんないからって言っててじゃあちょっとロケちょっと30分押してスタートしますって言ったらあのあれ西野がいないなと思ったらあの東京タワーの下でウクレレ弾いてたんだよ <laughs> <laughs> 修学旅行生の前で <laughs>。 うん、新時代でしょ新時代なんですよ。<laughs> <laughs> なんですよ、これ、うん。っていうのがありながらっていうね。で、まあまあ、他になんかいろんなことがあるかもしれないですけど、第一なんていっぱい発表で、もう西野との。まあちょっと、なんていうんですかね。もう本気で西野とぶつかり合うつもりでやりますからね。えー、で、皆さんぜひね、 イベントでお会いし,しましょうってここで大声で言うつもりだったんですよ。うん、だからんもう西野バーサスこのもう本当一万二千人一万三千人ワクワクしますよこれ。デカキャパだよ。デカキャパの西野は何してくるのかって。デカキャパの西野と俺たちぶつかり合い見してやりたいなっていうふうに思ってます。あのー、ここでね皆さんにイベントでお会いしましょうとか。 言いたたかったんですけど、まあ、とりあえず今現時点ででは発表できない今ブースの,の17で見てる人たちはあのブースの外は今通常の大人しかいないけどその見えてるその外のところにスーツの皆さんが今対策を話し合ってる今どうなってるの大人が最終的にその手売りになるとかないよね手売りにななるとかないスタッフがみんなで手売りするみたいなことある TKO のライブチケットみたいな TKO の2人がチケットを手売りで売ってんだけど <laughs> えノルマ制でそうなったら俺は俺はこれから毎回その東京タワーの下とか日本放の裏口とかでチケット持って歩くよ半年間半年間で売り切ればいいんでしょよくありよだから俺毎週何枚ずつ500枚ずつぐらい売ればなんとか間に合うのかなそれやるよ うん、手振りもやるけど俺は。そ <laughs> ういうことなんですよ皆さん。あののー、これが今現現状状でです現状ままは全部話しましたなので、えー、でもこんなことって日本放送にあったの日本放送のイベントで。なんかないよね。でもに俺さそこがにわかにはちょっとまだわかんないんですけどね。えー 一応改めてチケットというかイベントの詳細だけ説明させてください。開催日時は2024年10月27日日曜日15時会場の16時開演会場は横浜アリーナ。 えー、チケット料金は全席指定税込9800円今回はこの通常チケットに加えて20歳以下の若者を担当したアンダー対象としたアンダー20チケットもありますアンダー20チケットは税込4500円ですこちらのチケットは数に限りがありますのでご了承ください、えー、で、えー、チケットはスマートフォンとパソコンからお申し込みいただけるよ予定ですっていうことになってねでチケット発売情報は改めて えー、お知らせしますだこれがねちょっと不思議なんだよなうんまあだからだよねだからそこがえっ、ー、とその、えー、アクセス方は多少あるんだけどアクセス方だけの問題なのかどうかもちょっとまだ分かんないんでいいプラスの不具合かもしれないのでちょっとそれは確認しています。 今のうちに聞いておきたいんですけど西野さんが横浜アリーナで登場した時最初から盛大な拍手で迎えるのとあえて拍手しないでおいて近畿大学してもらうのどちらが正解ですか <laughs> あの多分ですけどある程度の盛大な拍手じゃあいつは満足しないから結局近畿大学になると結局近畿大学になるとは思うんですけども。うん、クリーピーのチケット発売の時ってもそんなことあった特にない ちゃんと売れたなるほどラジオネームマリモカーニバル三四郎のオールナイトニッポンで佐久間さんのイベントは大晦日に蘇我市でやると言ってたんですけどあれも嘘なのでしょうか年末にバイト休みにいられないかもう店長に相談しちゃったんですけどいや大晦日で蘇我はどこでもやんないだろジャパンジャムとロッキンオンジャパンは蘇我でやるけどそ幕張りだろカウントジャん。え曽我に野外でやるってこと俺真冬に ステージ2つ立っててて人しかいないなのに <laughs> ステージ2つ立ってますみたいなやる昼夜で <laughs> 西のステージと俺ステージで順番に <laughs> えー、ラジオネームネクタイ軍曹佐久間さんこれが一周回った新時代なんですねすいませんけど寝ますね <laughs> そうですそう本当に申し訳ないえー、っといいんですよ寝て寝て大丈夫です本当にうんそうだなえー、じゃあちょっと えー、こんな気持ちで言うのは初めてですけど、今週も始めて行きましょうか。えー、佐久間信行のオールナイト日本ゼロ 改めましてこんばんは佐久間信行です毎週水曜日のこの時間は佐久間信行のオールナイトニッポンゾロをお送りしていますえー、そのこの後の話題ね起こりにくくなったんですよ <laughs> 俺今日ねあの怒りベースでやっていこうと思ったの <laughs> 三四郎になんかそのめちゃくちゃあの言いやがってみたいなお前らのゲストと っちのゲストとかバチバチでやりながらやろうと思ってたんで三四郎のイベントは失敗するよなぜならみたいなことをずっと言ってこうと思ったんだけどでこの後もう俺怒りベースで話そうと思ってたことが1個あったんだけどちょっとね本当にあの怒られるべきは我々なのでちょっと本当にもう皆さん怒ってていいですよただその俺の怒りだけちょっと聞いてくださいあのー山岡がやってくれたんですよ今度は「加賀屋の加賀が山岡雅さんを撮影したグラビアが掲載」 えー、加賀がついにグラビア写真家にデビューまたノブロック TV と全く同じ企画 <laughs> <laughs> ただ電流がないだけ電流がないんですよで加賀が「ノブロック TV」とほぼ同じ形でグラビアアイドルを照れながら撮ってそれが,、えー、ミ,スがミスマガのねミスマガジンの女の子本当に失礼な話ですよ「ノブロック TV」で出たグラビアの子も人気ではありますけどミスマガとかグランプリではない なんでヤンマーガーの方が格上げで撮ってるの <laughs> <laughs> ノブロック TV と全く同じで先週も話したんですけどさすがにノブロック TV のノリがねあの外に流出すぎじゃないか二平入かトータルテンボスの、えー、スーパードライの CM、えー、ふぶき系呂布カルマのトークショー、えー、そして森本とんつかた森本福留光穂の営業ゴステ <laughs> それに続き加賀屋の加賀と山岡雅さんのグラビアまああと別にただタレントが売れていく分にはいいじゃんみりちゃむが朝の連続ドラマ小説とかに出るとかただちょっと最近あの最初の子見逃したけどミリちゃむと渡辺さんをセットで結構っ番組出てるからねうんこれありましたでねもちろん囲ったりするつもりはない で囲ったるつもりは全然ないけどなんか何回も言ってるけど SNS で知るのは寂しいじゃないっていう <laughs> えもうそういう時代なのシェアの時代シェアってこういうことシェアサイクルとかライドシェアってこういうことこういう時代なの <laughs> 企画を一個作ったらどんどんみんなでシェアしていくっていう <laughs> 全く問題ないんですけどねこれはだからあのー 古いやり方ですけど、うん、怒りやすいやつだけ怒っていくしかない <laughs> 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 怒りやすいやつだけ怒るだからあの西田がラランドの西田がなんかノブルック TV のノリを外に持ち出したら怒るうん <laughs>、うん、っていうことになってますよあとねあのー、ザセカンドの話とかもしたかったんですけどね優勝楽天作面白かったですねっていうのと。俺はでもね金属バットタイムマシーンものすごく好きだった あと金属バットの1回戦のネタとかねあのー、なんだっけあのカルタのネタですごい面白かったなと思うよ、うん、あのタイムマシンはほんとゲラゲラ笑ったしでザ・パンチも面白かったでも楽天族がやっぱりなんだろう去年の大会よりななんかなってたちょっとだけよりちゃんとしたね賞ーレースとかネタっぽくなってきたりじゃんネタ番組、ね くなってくるとやっぱ吉本のずっとたたき上げで、えー、と劇場ずっとやってた人たちは鉄板ネタがたくさんあるからそれのベスト版みたいに作ってこれるから強いよねとは思ったなそれはなんか改めてすごいなと思ったうん、えー、まあただだからねあの彼らとまたお仕事するきっかけとかも作れたから本当にいい大会だなと思いましたね時時間間半半ってすすごいですよ4時間半はね あ飲みながら見る尺ですね <laughs> 飲みながら見始めて最後ベルブレになる尺っていうのはだから最後の春夏秋冬がすごいグッとくるっていうね <laughs>、えー。ということでメール募集します、えー、最初はですね今日のメールテーマ先着でやろうと思ってましたなんですけどあの今変えますメールテーマ、えー「ぐちゃぐちゃじゃん」っていう「<laughs> ぐちゃぐちゃやん」っていう。うん あのだからこれぐちゃぐちゃっていうテーマでもいいですしあの別にあの我々に対する怒り何でも大丈夫です本当に我々が悪い,悪いんですけども、えー、<laughs> ぐちゃぐちゃというテーマで送っていただければと思います、えー、受付メールアドレスはサクマットマーゴールナイトニッポンドットコムサクマットマーゴールナイトニッポンドットコムですメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼント住所と本名をお忘れなく さてこの番組はライブ配信アプリの「17」でも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています「17」のアプリをダウンロードして「オールナイトニッポンのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができます「オールナイトニッポンぜひ「17」でもお楽しみくださいえではここで1曲10フィートで2%「ラジオチャンピオン」「東京都ラジオネーム」「角野源」 ミニマリストが選ぶこれだけは買って良かったもの百選もうそれミニマリストじゃねえだろ選手権。<laughs> 佐久間信行のオールナイト日本ゼロ。えー、佐久間です。この時間佐久間信行のオールナイト日本ゼロをお送りしています。あのさよりによってさあの一個前の CM のさフィラあのー、売れろってずっと歌ってん、ね。売 <laughs> <laughs> れーろーって売 <laughs> れろって歌ってんだ、ね、よ。<laughs> <laughs> 売れて売ることすらできてないのにさどんな皮肉だよ俺も聞きながらずっと浜県が「売れろ」って歌ってる <laughs> よりによって売れてないのよ売ることすらできないのようん <laughs> 17地方局の人だけ聞けたねフィラーでね「うんずっと売れろ」って流れてんだから。 えー、群馬県ラジオネーム金のペンギンギチケット長期戦になると思って2時55分にえなドリ飲んだんですけど <laughs> 佐久間さん俺何も見てないのに何も得てないのに完全に目が覚めた状態になってますあーもうサッカー見よう <laughs> <laughs> ラ,ラジオ聞いてくれよ <laughs> ラジオ聞いてくれよ <laughs> えー、ラジオネームメイキングザドー佐久間さんチケットの取り置きとかやってます D.M. したらいいですか。<laughs> これからのバンドマンじゃないんだよ。<laughs> ライブハウスに取り置いて回すじゃないんだよ。メンバーの誰かがいまわすじゃないんだよ。新 <laughs> なんかなんじゃ新大田フィーバーとか <laughs> 屋根裏とかそういうライブじゃないんだよ。<laughs> 手売りでやってんじゃないんですよ。あまあでもなんかいろんな情報がまだ作そしてるみたいなそれをお伝えするけどね。 もうこれあれ以来かな機材ぶっ壊れた時以来のかなそのトラブル度合いで言うとねリスナーの皆さんっていうか、ね、関係者の皆さんのことで言うと同じぐらいのショックじゃない機材が壊れて途中から変な音が鳴り始めたみたいなのに近い感じの出来事だよね、うん、俺はサラリーマンだから分かるの。あのー 今トラブル対応してくださってるまあいろんな各部署のスペシャリストたちもあというか各部署の責任者ねあのー、まあだから立ち会ってくれてよ,あよかったけどねじゃないとこれ話せなかったからそれとあのー、今日その27時から立ち会ってる皆さんが本当は明日半休を取ってご褒美にしてやるはずが。 朝9時か10時にそのまま出,資出社するであろうことを <laughs> 多分帰らないであろうことを俺はサラリーマンだったから分かる <laughs> 普通は27時からの夜でなんで何だったら多分有給を取ってるチケットを買うつもりの人たちだけじゃなく日本放送も e プラスもそれぞれの人たちもみんな明日有給を取ってるか半休を取ってるはずそれが全て今なくなって <laughs> このまま帰らずに それぞれぞの会社に戻ろうことを <laughs> <laughs> そしてあの「天末書」というものを書くであろうということまで俺はサラリーマンだったから分かる <laughs> 俺も深夜番組で放送事故があったりした時にそのまま「うわこれは帰れないわ」と思ってそのままね朝までに天末書書いてあの上司がか出社するのを待ったことがあるから。<laughs> そういういことなんですよだから、あのー、今回ね、あのー、も,うもう完全に我々が悪いのであの謝罪しますけども、あのー、みんな地へどを吐くことになってやってるん <laughs> <laughs> なのでね、あのーまあ、仕事はみんな人間でできてるんでね仕事はみんな人間でできてるんで、あのー、怒るとこはちゃんと怒りますけど、あのーまあね、必要以前は追い詰めることはなく、まあ、改めて仕切り直してチケットおりますんで。 何つうこれも踏まえたこれも踏まえたイベントにしますんで <laughs> この物語を踏まえた演出が多分待ってるわ <laughs> かんないけどこのイベントを踏まえただまずその俺の前にスーツを着た男たちが立って謝罪から始まる可能性もある <laughs> オープニング VTR が <laughs> とかもわかんないしこれもねこういうの乗り越えた先にやるイベントって絶対盛り上がりますからうんってことなんでね あのいいい <laughs>、うん、あのですねこの間ねあのこの間っていうかもうほんと日曜日の話なんだけど日曜日に一人で編集をちょっとしててで作業終わって家帰る前に飯食おうと思って一人で夜8時ぐらいカレー食べたんですよ。でカレー食べた後なんか近くにコンビニがあったから甘いもんでも買おうかなと思って寄ったんですよね。で ついでに、冷凍食品も買おうと思ってて、あのさ、最近さ、話取れるんですけど、最近もう冷凍食品がうますぎて、目当ての美味しいお店が開いてなかったら、冷凍食品買って家で食べて、買って食べるでいいやっていう風なマインドになってんのね、もうね、俺が。ここで何回か話したその日清の担々麺とかさ、あとみんな大好きな餃子とかさ、あの餃子何種類かあるじゃん。全部、全部、全部うまい。あとシューマイとかピザ、コロッケ、焼きおにぎり。この辺のローテーションもそうだけど、 あとセブンの金シリーズねあのマルゲリータポロネーゼカニトマトクリームこれ全部うまいんですよでそこに最近すごいお気に入りのができてこれ話取れてるんですけどあの日清の混ぜメンテっていうのがあるんですよ知ってる台湾混ぜそば台湾混ぜそばこれ45年前からあって今 BKB が CM やってんだけどうますぎんだよあのねそのまま袋のままレンチンするだけなのねでレンチンして出して器に注い器に入れたら あの卵黄だけ乗っけてでネギを入れてもいいよっていうネギを刻んで入れてもいいよそれで混ぜて食べるとマジその,あ,のあんじゃんい,いろんなとこにある油そばぐらいうまいもうほんとにマジでで190円とか200円ぐらいなのよそれでも多分ねあのでこれとその冷凍冷食で入れてるシューマイザシューマイとかをさ3つぐらいチンしてビールだったらさもうほんと もう町中華家の中華、華家のこれの,その台湾混ぜそばのにんにく混ぜそばってのもうまいのよにんにくたっぷりのやつがあっててあのー、これは翌日があんま人と会わない時に買えるんだけど24時間の町中華ので、これをなんでこうだかっていうと俺ねもう10年から15年ぐらい通ってる町中華があ,あんのねであのー、もう何だったらその,そのドリエンとかやってさ言う 夜,夜に終わった後にその5日間全部そこの町中華に行ってたみたいな夜9時とかに10時ぐらいまでやってるからでそれが BS に出たらしくて BS の多分番組に出たらしく信じられないことに今度15年で初めて行列で入れないのそれが続いててでだからもうほんとさなんつうのコロナの期間も俺が支えたみたいなもんだったのマジで。 コロナの期間に誰もいない時も俺は通ってたのよ。そこの店だけは他の飲食はしないけど一人だから。で、通ってた。だから、なんつったらいいのずっと大事にしてたその妻をその売れたら捨てられたみたいな感覚に今なってんのよ。そのインディーから支えた感じ。インディーから支えた町中華に今俺捨てられてる状態なのよ。<laughs> 痛いファンみたいなこと言うけど。<laughs> なんかどうやら BS の町中華番組に出たらしく。でね。 まあそれもあってでそ,、まあ、それぞれ違うところで好きな中華はあるがその,その,家,の家からもう行けないことはないそ町中華あと編集所のすぐ近くにある町中華なんだけどでそこが行けない時に近くの町中華別のとこ探していくと味が違うのよでも15年通ってるからこれなら冷食でいいやってなってて俺は今だからそのいろんな冷食試してるのもあってだから冷食もまとめて買っておこうかなと思ってうろうろしてたの。 そしたら、その感じで、なんかコンビニで俺と同じ動きしてる、なんか家族がいたのよ。短パンと T シャツの娘さん、小学生高学年ぐらいの、あの、中1か小学6年生ぐらいかなって娘さんと、あとお父さんがいらっしゃって、お父さん熊みたいな。なんか、潮の鳥羽さんみたいな体型のげのおっさん。それとお母さんちょいちょい、なんか、ちょいギャル残ってるアラフォーっぽい人。の3人家族が、コンビニスイーツのとこにいたの。 で俺は冷食をレジに、あのー、カゴに入れてコンビニスイーツ買おうと思ったらその3人があのスイーツの前で悩んでたわけだから後ろで待ってたそしたら娘さんが「私シュークリームにする」っつって,てそしたらお母さんが「お母さんもシュークリームにする」つっ,って「ええー、変えようよ別のにしようよ」って娘さん言っててそしたらお母さんが「うーん分かったうーんじゃあねお母さんシュークリーム」つってじゃあ娘が「うわ最悪」みたいなお父さんが「じゃあパパプリン買うわ」っつったら。 娘さんが「いやパパエクレアにしないよ」っんって「でだよんでエクレアにしなきゃいけないんだよ」「あんまあじゃあいいやエクレアにするわ」でお父さん優しいななんていうの俺見てたのそしたらその娘さんが「やった!」と思って「じゃあパパエクレア買って私受け取ってママとホテル戻るからパパ家帰ったら」つってそしたらお父さんが「なんでだよ?」なつって「なんでパパだけ家帰るんだよ」で娘さんが「小6の娘さんだよ」 あの「ええー、家帰ってよ」っつってお父さんが「家帰んないよ明日ディズニー行くんじゃん」っつって「3人でディズニー行くのになんでお父さんだけほもうあの家帰るんだよお前らホテル戻って」っつっ娘さんが「えパパディズニー行くの?」っつってお父さんが「行くだろなんで送るだけなんだよ」っつって「でお父さん会社休んでんだよ」っつって「明日月曜日会社休んで3人でディズニー行くって言うからここにいるのに何てなんだよ」っつって。 めちゃくちゃゃく娘ボケて父親めちゃくちゃ突っ込むの <laughs> <laughs> めちゃくちゃゃく突っ込むじゃんと思ってあ今日ホテルなんだってまああのー、編集近くでまあまあ東京駅とかも近いのよだから多分そこのホテルに泊まってらっしゃってでえっ、ー、とーそのご飯食べてホテルの近くのコンビニにスイーツ買いに来てるっていう感じなんだろうねで明日ディズニー行くんで月曜日ディズニー行くんだろうね休み取ってでお父さんが「パパもプリン買うぞ」つってえ嫌いって。 じゃあイクレア買うよって娘さんが「ああありがとう」「でも好きじゃない」って「<laughs> 好きになれよ」ってお父さんが「<laughs> 好きになれよ」とかじゃないよ親なんだからって言って <laughs> すごいテンポいいじゃんと思って,てそのぐらいからメモを取り始めてそしたらお母さんが「じゃあお母さんはあれにするわ」っつって「何何何?なになになに」っつって「シュークリーム」っつって相当 <laughs> シュークリーム2つじゃんっつって「<laughs> やっぱシュークリーム食べたいから」っつって。 お母さんちっちゃくボケんのよで娘は大きくけてボケてボケてお母さんちっちゃくボケんので3人でゲラゲラ笑ってんのよ <laughs> あの我が家スタイルでやってるの <laughs> 我がこそことなくお父さん杉山に体験似てんだっていう <laughs> 我が家スタイルの3人家族見てで娘が「じゃあそれでいいよ」っつって「あ,あとウェットティッシュ買おうよ」っつっててねウェットティッシュあるっ,ってて「俺ウェットティッシュなんか売ってる?」っつっての。 いや売ってる売ってるっつってちょっとお店出てその松ヨの方に売ってるから「えー、なんでお父さんなんで外まで買いに行かなきゃいけないんだよ」っつってでそのまま買ってでそのまま東京駅行ってあの新幹線で帰ればいいじゃんっつって「<laughs> なんで俺だけ家帰んだよ」ってウ「ウエッティだけ持って何で帰るんだよ」っつって <laughs> <laughs> でお母さんが「お疲れ様でした」っつって「お疲れ様してんじゃないよ」っつって「<laughs> なんでママがそっち側なんだよ」って言ってて。 ちょっとこれ面白えなと思って俺そのまま娘さんが「いや上って売ってんだよコンビニね」っつってでコンビニのほうにあるってたから俺もそのまま後ろくっついてっちゃって <laughs> 全員ハイになってるから <laughs> 多分ディズニーが楽しみなんだよきっと <laughs> でそのまま俺はメモを取りながら <laughs> でただ俺はレジあのカゴに冷食入れちゃってるから本当は早く帰んなきゃいけないのよであとその一家についていくのも不自然だから 俺もコンビニでそのボックスティッシュをね買ったわけでそので俺はシュークリーム買ってるからでレ,あのレジに並ぶ途中に思い気づいたんだけど俺家から全然遠いんだよこのコンビニだボックスティッシュを買う必要もないし <laughs> と思いながら並んでたのそしてお、あのー、3人組と、あのー、俺が後ろに並んでてでレジ結構混んでてで待ってたんだけどでそしたらその娘さんが急に スマホ見てうーわって顔してうわーって顔してるからどうしたんだろうなと思ったああこのタイミングだから言うけどい1個報告があります」とかえ「何?」って言ったら「やってない宿題1個あります」ってええっ?」ってって今思い出した今日の朝日曜の朝ねやってきたつもりだったけど1個忘れてたのが結構本当明日提出だったっつって「明日ディズニーだ」っつってそれで本当に忘れてたからちょっとへこんでた感じで。 でもそれ漁師に報告してるだけいいじゃん本当はディズニー終わってから言うか俺だったら言わないじゃんそしたらお父さんが「あでもお父さんもやってない仕事あるぞうん」それ今日のホテルでやろうと思ったけどまあボビール飲んじゃったからお父さんなんつってそしたらお母さんが「あお母さんもあるよ」お母さんの方がすごいかも」つって洗濯物干しっぱなしだわつってでもっ <laughs> とたんて忘れだってそれは結構すごいなと思いながら <laughs> そうかでもお父さんとお母さん優しいなと思ってその明日ディズニーだもんねだからその娘さんのために あの失敗をそれぞれ言って3人家族それぞれあったっていうあこれいい家族じゃないと思ってたそしたら娘さんが「そうか」と思って「じゃあお父さんだけ一回家帰る」なつって「でだよ」なつって「<laughs> なんでお父さんだけ帰るんだよそれなら家族全員で帰るんだろうがって <laughs> 全員やってないことあるんだから」つったらそしたらお母さんが「 じゃあお父さん洗濯物を取り込んでくんないっ,って <laughs> それはママのミスだろうっつって <laughs> めちゃくちゃ面白いじゃんと思ってでお母さんお父さん一回やっぱ帰ってさ洗濯物取り込んで戻ってきてよっつだ。三3時間かかるだろうっ,ってお服 <laughs> 3時間かかるんだからっっ名古屋かな <laughs> <laughs> 名古屋なのかなって思ってたねえそれを聞いてめちゃくちゃ面白い家族だなと思ってで帰ってお父さん帰ってっていうふうに娘言ってたから あのー、いや、帰んないよ、つとお父さんもそのまま帰って、なんで帰んないしつこいな。帰って、の後、娘が、砂漠でラクダに逃げられて、つったで、そしたらお父さんが、昨日見たやつ、つって,て。<laughs> 昨日見たやつじゃんって言ってて。あの、だからやっぱその、 お笑い大好きカーだからあのザ・セカンド全部見てんだね <laughs> ザ・パンチのやつを娘が <laughs> 入れてきてだから翌日だから日中ほかほかの状態で入れてってでこれ面白えなーとかと思いながら家帰ったので家帰って冷凍食品を買ってきたやつを冷蔵庫に入れようとしたらパンパンだったのよでパンパンって入んないから娘に「そのごめんそのこんの中のいらないやつとかない?」とか今使うやつとかそしたら「入れたいんだけど」っつったら娘に「いやその冷凍食品全部パパ今食べればいいじゃん」っつったの。 そしたら俺、何でだよカレー食べてきたんだからピザとボロネーゼなんか食えないだろって言ったのそしたら娘から「あれなんかパパ今日ツッコミでかくない?」って言われて俺あのお父さんの影響を即座に受けてあの、ツッコミでかくなってあの、ツッコんじゃったのねでそれとあとあの、カレー食べてきたって娘に全然関係ないから。<laughs> で俺この状態のままあの今日ここに来たからさっきあのイベントの時にあの報告を受けた時もちょっとだけ俺心の中で「なんでだよ!」って言っちゃったてた <laughs> <laughs> のに佐のぶ信行の「オールナイトニッポンゼロ」。 佐久間信之です最近面白かったエンタメは映画五番切りです佐久間信之のオールナイト日本ゼロ テレビプロロデューサーサののの佐佐久久間間間ですすこの時間は佐久間信之のオルナイト日本ゼロをお送りしています映画「五番切り」はですね草薙剛さんが主演で白石監督の古典落語柳田格之進が原作で浪人柳田格之進が身に覚えのない罪を着せられた上に妻も失いまあ故郷の彦根藩を追われ娘のお絹と二人貧乏長屋で過ごしてる囲碁の達人がまあ悲劇の冤罪事件の真相を知らされて復讐決意するっていうような、まあ、話なんですけど素晴らしかったですよ。 本当に no, もうストーリーは王道的な復讐劇なんですけど各所にフレッシュさがあって時代劇ななんんだけどなんかサススペンスフレでもある俳優陣の演技も素晴らしくてなんていうか的確で上品でなんかなんつったらいいのあるべし場所に気持ちよくあるその上で隠せない感情がそれぞれの演技から溢れ出てる感じ抑えた演技ではあるんだがだからクライマックスの爆発がすごい響く。で やっっぱり草薙さんの演技素晴らしかったでですねで最後のアクションも、まあ、あのー、盾もすごかったですしあの出てる俳優さんもみんな素晴らしくてなんかほんといい時代劇なんだけど時代劇を超えたなんかを見たなって感じがしましたおすすめですえー、メール来てますラジオネームション氏 大丈夫です佐久間さんの愛伝わってます今日のフリートークでわざわざセブンの話をしたのはチケット獲得するためにセブンに来てしまったリスナーに「冷凍まぜ麺おいしいよこれでコンビニ行きたい意味がちょっとでも出ればいいな」というせめてものメッセージですよね。チケット再販楽ししみにしてますえチケット獲得作るためにセブンあ,あの端末って <laughs> <laughs> そんなことあるねみんなねセブンであの端末行かないだろ <laughs> この時にり <laughs>。<laughs> えー、ラジオネームミスター平田やべえ寝坊して今起きた寝坊して今起きたらサイト見たけどチケット売ってねそっか,んかよごめん売ってないんだよ <laughs> まだ売れてもないんだよなんかわかんない一人前買えたっていう話は来てるけどそれはわかんないんだけど売れてないんだよこいつ絶対分かって言ってんだろ <laughs> 意地悪だぜ <laughs> テ<う>ー <laughs>、T M、ーマメル来てますぐちゃぐちゃですね奈良県ラジオネーム働いてるだけのニートこの前コインランドリーで枕を洗濯したら取りに行った時にぐちゃぐちゃになった綿の塊になってました布の一部が破れていたみたいですしばらく状況が飲み込めなくて呆然としましたうーわなるほどねあーぐちゃぐちゃまあそういうねああ コインランドリーは、うんあ、そうか。もともと破れてたのを突っ込んじゃったからってことか。うわ、もう、がっかりするよね。まあ、いまだに、その、<laughs> 財布とかチケットの判券とかね、そういうのはやらかす。領収書やらかすか。領収書やらかしたときにがっかりすごいんだよな。なんかさ、お金はギリギリさ、なんか、戻って大丈夫だってするけどね。領収書はもう、絶対復帰しないから。本当にがっかりするとかうん。わかるわ。俺、この間あの、 クリーニングにあのなんかジャケットとかを全部まとめて出したの,あのそしたらその翌日にそのどう考えてもビジネス系の取材があってあのあの絶対にジャケットを着なきゃいけない取材があってでその嫁の亡くなったお父さんのジャケットをおばあちゃんちまで借りに行くっていう <laughs> そしたらパツパツっていうなか俺どっかでパツパツのジャケットを着ながら取材してるから <laughs> <laughs> やつがあるからね。<laughs> ありますからあーサイバリオぐらいのパツパツ <laughs> <laughs> サイバリオぐらいのパツパツでどっかには出てますから <laughs> えー、ラジオネーム「ひとりぼっちのダイダルぼっち」先月上京し毎日東京メトロを使用し出勤しているのですが。 朝髪の毛をセットしても駅のホームに着くまでに強風で髪の毛がぐちゃぐちゃになりますメトロを使っているのに髪型を崩れない人はどうしてるのですか宇宙飛行士の人がかぶってるやつとかを使ってる感じですかなるよね地下鉄特にあのえ何線とかだろうなあ昔俺日比谷線使ってたんだけどその神谷町にテレ東があった頃絶対にもう、うん、ブワーってなってたよ横風も前からも来るもんね うん、あとコロナでなくなったけどあの回転ドアの時もそうだ大体そうじゃない、うん、東京ドーム東京ドーム行く時なんてもうねみんな髪の毛なんかぐちゃぐちゃの状態になるもんね、うんえー、続きまして神奈川県ラジオネームレンコンメリケン作「タモリさんはカレーライスをぐちゃぐちゃに混ぜて食べるのを推奨してるみたいなんですが佐久間さんは混ぜて食べる派ですか?」俺ははね混ぜて食べる派ではないんだけどその あのこれ引かれるかもしれないけど結構ありったけの福神漬けを入れる派です俺は結構福神漬けをしっかり入れる派あのなんかとにかくその俺はちょっとどんな食べ物も歯ごたえがちょっとずつ適度にあるものが好きなのよあカレーだけじゃなくて、うん、牛丼の紅生姜うがもただ味が壊れるからあれだけどできればちゃんと入れたいあの大量に入れるっていうよりまんべんなく入れたいちょっとずつ添えるんじゃなくてあの 柔らかさの中にちょっとした硬いのが入ってるのが好きなのだからお菓子もあのパフとかあのチョコレート食べて中にカリッとするものが好きみたいなそういう感じだから全部あのそうなのよだから福神漬けで福神漬け味変のようじゃなくて初めから歯ごたえ用として入れるっていうタイプの人間ああ明治のアーモンドチョコとか最高本当に最高 <laughs> ということで、このコーナーに参ります。<laughs> うまくねえだろ、別に。<laughs> うまくねえし、い <laughs> やらしいし。<laughs> ということで、えー、企画書は、えまあまあ、明治とコラボコーナーに参りましょう。企画書は甘いラブレター。 季節のイベントごとにチョコレートの楽しみ方を発信しているということでこのコーナーでは季節のイベントごとの企画をリスナーから1行の企画書にして送ってもらいます今回のテーマは「初夏」ですえー、1枚目愛知県ラジオネーム「萌えママ」「梅干しや梅酒梅シロップ」など日本では初夏に梅仕事をすることで初夏を感じるがフランスではキャベツを発酵させるザ,ラザワークラウトや サクランボやアプリコットのジャムを作るなど各国で初夏に作るものが違うことからいろんな国の家庭を訪問してその手仕事を取材する旅行番組世界家歩き初夏編おーいいですねでも実際ありそうだよねあのなんか、えー、うちの家族が好きで YouTube で見てんだよその「それなんとか暮らし」っていう日本で各国行ってる人たちが勝手に Vlog やってんじゃん。でそれのなんか 今の時期とか確かに、あのー、ジャム作ったりしてるもんねみんなね、うん、イギリスの人とかはそうだしみたいなあこれだからいいですねなんか季節をそうやって、うん、うちも梅酒つけてますよだから梅酒と梅だから梅酒をつけてるね梅シロップと分けてて、うん、もう十何年東京都荒川区ラジオネーム三下りパンロケ中にかき氷店の前を通る半袖短パンで自転車に乗る小学生とすれ違わせる 飲食店に扇風機を置いておくなどいろんな夏の始まりを感じさせ相手に「もう夏だね」と早く言わせた人が勝ちになるというロケ企画「夏が来た瞬間チャレンジ」ああこれすごい面白そういいねそれいいじゃん。<laughs> なんか「もう夏だね」って言わせ一瞬でもロケ中にこうやってって言わせたらいいんでしょ非常にいい企画ですねこれ面白い。 えー、兵庫県ラジオネームマネー98春に関連する曲の歌詞と夏に関連する曲の歌詞を混ぜ合わせ初夏に合う曲を作り出す音楽バラエティ桜以以降花火以前ー森山直太朗の「桜」と「愛子の花火」とかもしくも「ダオコの打ち上げ花火」とか桜とダオコの打ち上げ花火とか,と火とか組み合わせたらもしかしたら生まれるかもしんないよね。 ああ、ひ、うん、ちょっと興味ありますね。こういうなんかミックスアップみたいなやつ。うん。ええー、続きまして、茨城県ラジオネームヤギの古文。衣替えもまだしてないし、今日は長袖でいいだろうと外に出たら思ったよりも気温が高く、周りがみな半袖だった時の四字熟語。紙面書か。<laughs> うまい。ああ、これもうまいね。今日すごいうまいメールが多いですね。 「初夏」ってテーマ自体があんまりやらないからなのかなああ企画タイトルとしてもなんかすごいいいですよ「香川県ラジオネームガイルガー・ゴイル」初夏に行きたいところを聞かれてしばらく考え込み「すすすぽっちゃですかね?」って答えるア,アドリブに弱い「ルクライム <laughs> 用意しとけよ!」「用意しとけ」ってシュシュートを歌ってさ そうしたら初夏ななるどこ行きたいいんですかかかって聞かれるかもしれないだろう <laughs> え初,、えっと、初夏じゃないんだ秋の話してもいいですかとかって用意した答えしかできないヒルクライムといのもあるかもしれないけど <laughs>、えー、続きまして兵庫県ラジオネーム「ダサく夏の日差しで熱された屋根の上で寝ようとし「暑っ!」てなる日中のスヌーピーあ <laughs> <laughs> そうわかるわー。 あれ暑いだろうなと思ってたもんなスヌーピーああいいですねえー、続きまして、えー「島根県ラジオネームピンヒール履いた七尾に踏まれたい初夏が一番海の透明度が高,なる高まる角島大橋や緑が濃くなって美しくし美しく鍾乳洞の秋吉堂も近くにある秋吉台があり初夏に訪れるのにはもってこいな山口県へえ!」。 えー、そうなんだえー、海の透明度が高まってあと秋吉道が緑が今回美しくなるんだ、えー、そういうの山口はねハロケだったっけなあ昔なんかあその魚介のなんかその時のチャンテレビチャンピオンかなんかやってる時にプロフィールっていうの撮りに行くのよその出てる選手の。そののプロフィールのためだけに 高知山口って言ったようなことがあってでどっちでも一日で年連れで帰んなきゃいけなかったんだけどそのおじさんたちに永遠に飲まされて帰れなくなったっていう <laughs> 記憶はあるね東さでも山口でも。えー、東京都北区ラジオネーム藤井菊一郎「お前今が俺を片付ける最後のチャンスだからな」という圧を出し始めるこたつ。<laughs> あーこたつかーこたつ俺一人暮らしの時しか使ってなかったなだから20年使ってないな一人暮らしの時はもうめちゃくちゃ使ってたよね編集の時とかもずっと冬でも結局エアコンに切り替えてからもう最近あの足元寒いなってなって冬で俺足元用のヒーターデスク用の足元用ヒーター買ったんだよねうんそれはすごい役立ってるけどなんか足元用のこたつってあんのかなそれ欲しいなと思ってんだよなね仕事してる時足元寒くない うん、それすごい。あんだよな。でもそっか。ああ、そうだね。ああ言ってた。それひろしが言ってた。ひろしなんかぎっくり背中になったんだって。でぎっくり。背中になって、やっぱこたつとか入れないっつったからこたつそうなんだよね。腰痛めんだよね。ぎっくり腰人間にはね。わかるわかる。<laughs> ごめん、ごめん。あのぎっくり腰人間だけのあるある。話しちゃって <laughs> ごめんね。<laughs> えー、本日は以上。 えー、今週のベスト企画メールは、えー、何だろうなーえー、っとねーあーでも「紙面書」かもよかったがでもこっちにしようかな、えー、相手に「もう夏だね」と早く言わせた人が勝ちになるロケ企画「夏が来た瞬間チャレンジ」ラジオネーム「みくだりパンにお送りしまーす。 このベスト企画を使用した明治とのコラボ X キャンペーンも行っております詳しくは番組 X をご確認くださいそしてコーナー内で読まれたリスナー全員とメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で3名に今週はジャンボチョコセットをプレゼント明治のマーブルジャンボチョコベビージャンボアポロジャンボコーヒービートジャンボ全てをセットにしてプレゼントしますジャンボサイズのパッケージにたっぷり入った昔ながらの小粒チョコをお楽しみください商品の到着には1ヶ月ほどお時間をいただく可能性がありますご了,承ご了承ください さて、来週のテーマは交流試合です。もちろん明治のチョコのプレゼントもあります。企画書をお待ちしております。<laughs> 急に交流試合 <laughs> 受付メールアドレスは佐久間智子オールナイトニッポンドットコム佐久間智子オールナイトニッポンドットコムメールの件名、にラブレターと書いて送ってください。 ラジオチャンピオン埼玉県ラジオネーム満身していないという満身おしゃれな店の地図大雑把すぎるだろ選手権 <laughs> いやわかるわ佐久間信之のオールナイト日本ゼロ佐久間です、えー、メールが来ております、えー、岩手県ラジオネーム蜂蜜芋賢治今週の三四郎オールナイト日本ゼロ楽しみだな <laughs> そう。<laughs> あ,あいつらの「イーオールナイトニッポン」はあいつらのラジオでも何か起きねえかななんか起きねえかなくっそー悔しいな間が嬉しそうにしゃべるだろうな <laughs> ほんと俺人生でやったことないから分かんないんだけど。 圧力ってどうやったららかけられるの <laughs> どういうことをしたらのか分かんないけどたまにネットニュースとかで見るその芸能界のあ俺もうそうだ俺後ろだて一個もねえんだただの個人事務所のおじさんだったマセキマセキにかけられる圧力なんか一個もねえわ <laughs>、えー、東京都豊島区ラジオネームグズラマン 佐久間さんは歯ごたえが欲しくてカレーに福神漬け牛乳に紅生姜を入れるとのことですが卵かけご飯にたくあんは入れますかあ入れないな卵かけご飯には塩昆布を入れますあの塩昆布をちょっと入れるとちょい歯ごたえとあとなんかこうその味わいあの塩辛さだけじゃなくてあもう入れるんですよそれも入れるただね卵かけご飯は結局かき醤油がめちゃくちゃうまいんだよ あの東村かなんか東山だっけなんか分かんないけどいやあのどこにでも売ってるかき醤油最近あるじゃんあれか醤油すごいうまいんだよねで俺最近さその潮の鳥羽さんのさ SNS でさシャウエッセンを、あのー、茹でて茹でながら焼くでそれをそのかき醤油で食べるっていうのを見て俺一昨日やったんだよねめちゃくちゃうまかった。<laughs> <laughs> うんだか俺東丸の柿醤油買っちゃったもんなえー、群馬県ラジオネームカレーは飲み物先日アドマチック天国で館内が紹介されていましたその時に館内のイントネーションについて X でプチ論争がありました番組内の出演者と X にいる館内ガチ勢でイントネーションが違いどちらが正しいのかぐちゃぐちゃになってます佐久間さんは館内をどのように言いますか俺は館内って言ってるよね これじゃないの？館内以外のアクセントね。館内ってこと？館内？館内館内ってことか？館内そんなことはないでしょ？<laughs> それ聞いたことないよ。わ <laughs> かんないな。どっちなんだろう？バンダイとばあの一難にはバンダイと一緒出てるよ。ってことは館内とあ館内ってことだよね？ でも俺やっぱその土地のイントネーションとかわかんない俺大よくさ「イントネーションたまに間違えてるよね」って言われること結構あるんだよね俺あるあるよねうんたまにあるよねでも俺わかんないんだよなその辺な群馬県ラジオネーームサンバイザー仮面野球時代に監督への誕生日サプライズをしようとして練習終わり監督を教室に呼び出し部員全員が「 ハッピーバースデイトゥユーハッピーバースデイトゥユーハッピーバースデイディアーとここまで順調だったんですがこのあと監督と○○監督の名前の2つに分かれてしまい思いのほかぐちゃぐちゃになってしまい2回目のバースデーソングを歌うことになりました <laughs> <laughs> あー面白い面白いなー 俺昔その本当もすごい昔ね AD の頃ね昔ちょっと聞いて面白かったのはあるめちゃくちゃ忙しいタレ売れっ子アイドルあ売れっ子アイドルじゃないか女性タレントさんかがの,あの事務所がその女性タレントさんがすごい売れてるんだけど誕生日迎えたからその事務所に仕事だって呼び出してでみんなで「ハッピーバースデー」って言ってサプライズの,そのお祝い下にあげたんだって。 かかい話かなと思うじゃんそしたらその女性タレントさんが泣き出して「こんなことするんだったら休みください」つって言ってみんなあの「そうだよね」ってなって別にその,その休みを潰したわけじゃないんだよその空き時間ねにやったらしいんだけど自分その <laughs> っていうんだったら「休みください」って言ってそのサプライズは失敗したって噂を聞いたことがあるずいぶん昔の話だけどね。 うん、切ない話だよなと思って誰も悪くはない気がするんだけど「えー、ラジオネームスキッパラオールウェイズ所属部署の部長の元カノが同じ部署その現旦那が他部署の副部長その元カノがまた別の部署その現旦那がお,お得意先の社員」「私の会社は6フロアありますが」 この登場人物の社員は全員同じフロアにいます入社後2ヶ月で地雷を踏まぬようメンターの先輩からこっそり教えてもらった総括ですうわ怖 <laughs> 怖いねああ怖いねまあまあでも俺も会社で働いてたからテレ東で働いてたからもちろんねあの離婚したご夫妻がそのまま働いていらっしゃるとかもいて それでその要は AD で入ったのに名字があの変わ急に変わったからああ離婚されたんだなとかと思ってたらそこまで知らなかったその旦那さんがどなただとかって言っててその旦那さんに普通に俺がその、あのー「珍しい名字ですねなんとかさん」とみたいな要は名字変わってすげえ珍しい名字になったから要は佐藤からなんかその伊集院に変わるみたいなことがあったから「ほおー 伊集院さんってすごい。珍しい名人ですね。つったらはい。俺の元奥さんって言われて。<laughs> <laughs> したことあったよ <laughs>。それから俺し俺会社内ではい。早々にあのそういうこと言うのよ。もう一切やめたんだもんね。うん、えー、引き続きメールお待ちしております。受付メールアドレスは佐久間と俺はまコールナイトニッポン .com です。ここで1曲ライムスターでダイヤモンドフィーチャリングキリンジ。ガー 『ンーのオールナイトニッポン』10周年記念バチボコプレミアムライブ in 日本武道館2015年の初回放送から10周年11月24日いよいよ日本武道館で番組イベントを行います詳しくは日本放送イベントホームページまで爆分けリスナー光になれ佐久間宣行の『オールナイトニッポンゼロ 佐久間宣行の俺のやつ、日本そろそろお別れの時間です。あの、ニッ放送は配慮してくだ。欲しかったですよ。あの、三四郎の武道館の cm は流さないという。<laughs> <laughs> なんで私たちのイベントのチケットが売れてないのに発売することすらできてないのに、三四郎の <laughs> イベントの <laughs> 告知をするのか？<laughs> 今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができますなお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独身配信されております過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてくださいここで17からプレゼントのお知らせです「オールナイトニッポン ZERO」をライブ配信している17とのコラボ企画「オールナイトニッポン ZERO パーソナリティサイン入りグッズプレゼントキャンペーン」がスタートしています 各曜日パーソナリティのサイン入りグッズがもらえるチャンス応募など詳しくはこの後17限定のアフタートークでお伝えしますぜひ17のアプリを開いてご確認ください、えー、ということでイベントのチケットなんですけど、えー、番組中に方針をはっきり言うわけにはいかないというあのなので後日しっかり日本放送 E+ プラスから発表がありますで、えー、それに関しては翌週の来週のラジオでもお話しさせていただこうと思っております本日は大変申し訳ありませんでした えー、ラジオネームビーフチキン館内のイントネーションですが短大と同じイントネーションだそうです昔は関所の外の館外と関所の内側の館内,館内で分かれていたことがイントネーションにもつながっているそうです短大ってことは館内ってことかあ外と中が大事だからそこにアク,アクセントつけるってことは館館外館内あなるほどねそれは間違えるな 館内って館内って言っちゃってるもんね、えー、ラジオネームロッキーわざわざ深夜3時に起きたのに結局チケット買えなくて悔しい気持ちでラジオ聴いてるリスナーに40おじさんによる「館内のイントネーションわからない」のダジャレは酷だって <laughs> いや俺ダジャレで言ってないよわ <laughs> ほんとね計らずもやるイン,ラジあのイントネーションの間違いが一番恥ずかしいんですよ。 さあ皆さん来週にはあのチケットのことも全部体制整えしていると思いますとりあえず第1弾ゲスト発表をえキング・コング西野ということが発表されたんでそれは楽しみにしてくださいよかりを近畿大学にしてやりますよ <laughs> <laughs> ちょっとこれ意味違うかな <laughs> ちょっと意味違うそんなの見たいのかって私がから <laughs> なんですすけどね楽しししみにしていいと思いますもうイベントのえ一発目はこんな事件がありましたから事件から起きる番組もろもろイベントは成功するっていうジンクスがあるんで皆さん成功させましょうそして来てください <laughs> やろうども港に別れを告げるよそのテレビプロデューサーの佐久間信之でした。 の日本ゼロ、えー、17限定のアフタートークです。えー、ということで改めてすみませんでした。え永、ー、さんがですねあのどういうトーンでいくか多分悩んだんでしょうね悩んだ結果報道のトーンで始めるっていうま <laughs> っすぐ報道のトーンで始めちゃったんであのそんなトーンはやめてください上永さんポップにやっていただいて大丈夫なんで。<laughs> あのね、フォローしていただいたのはありがたいんですけども。えー、あのー、そうだな、あとは、あそうだ、ね、5番切りめちゃくちゃ面白かったですよ、だから5番切りめちゃくちゃ面白いのと、えー、あとね、今週の金曜には、デッドデッドデーモンズあの、あのちゃんとイクラちゃんのやつの後編が出て、それが楽しみで、なんかそれは試写会のお誘い、行ってきたんですけど、まあえて断っちゃった、なんとか見たいんでっていうあの極、極力見たいんでっていう。 あと、おすすめエンタメコーナーでは触れないか,かもしれないですけど、その、あのー、あれも結構びっくりしました。あのー、トラペジウムもう、あのー、見たんですよ。ただ、俺の中でまだ感想が固まってないんですよ。ちょっと衝撃的で。なんで、皆さんも見て感想が固めてほしいんだけど、あのー、なんか噂に言うと2回見ると見方が違うっていうふうに言ってて、ちょっとそれも何とも言えない。あのー、うん。本当序盤ね、全然主人公に共感できないの。本当に。 で主人公が結構きつい発言とか結構するのよ。うんなんだけどまあまあ,あーそうだから予想と全く違う映画だったうん高山一実さんの俺小説の方読んでないから分かんないんだけど原作通りなのかどうか分かんないけど結構ねびっくりしたかなっていうあのー、現役アイドルがこの小説書いたんだったすごいなとも思ったしうんとはという驚きもある作品だったまあアニメ映画としては結構面白かったけどね。うん あとねそ、えー、そううだ、まあ、来週話そうかなあのえー18 2あのーえー、ちょっとタイトルちゃんと忘れちゃったんだけどあの清原果耶さんの映画も素晴らしかったですね。うん、っていうのがあったのとあとね最近ね漫画漫画すげえ面白い漫画がたくさんあるんだよなあのー「ザ・キンクス」って漫画があるんですよ。 『ザ・キンクス』って漫画があってそれはあのもう昔からやってらっしゃる漫画家さんが書かれたんですけどえその一巻だけ出てるキンクスっていう一家キンクさんって一家の話なんですけどえその家族の話だからキンクスって言うんですけどなんつったらいいのファンタジーと家族ものとえロックテイストのものと全部が合わさってて全体的にはちょっとファンタジーなんですけど。 その漫画もめちゃくちゃ面白いです。あの特に1話がすごいです。1話がすごくて1話多分ネットで見れると思うんだよねまだ。だからその1話をネットで見ていいなと思ったらちょっと見てみてほしいです。あのちょっと買ってもあの損じゃないなっていうふうに思う漫画ですね。えっ、ー、と榎本さんか榎本さんの漫画ですね、えー。っていうのがあったかな。 あとね、えっ、ー、と、そう、冷凍食品の話はどっかでちゃんとやりたいんですよ。あの、あ、そうそうそう、あの、まあ、ここで言うことじゃない、まあ、決まったらちゃんと言うけど、まあ、こう、アフタートークでも言うけど、YouTube をさすがにさ、今193万登録とかあんのに、本当に俺だけなのよ。サブちゃんやってないの。サブちゃんやってない YouTuber、100万登録超えてサブちゃんやってない YouTuber あんまりいないんだよね。でももう本当めんどくさいというか、仕事の方がいいです。 お金バタバタしてるからやってなかったんだけどなんか冷凍食品とかの話したいの俺ほんと普通にあとその松屋とかも好きだしそういう話をノブロ信六 TVer 一切できてないのねだからあのそういうのをやりたいなって思ってるから近いうちサブちゃんやろうかなって思って、うん、サブちゃんはあの,ー、あのやらなきゃダメとかじゃなくて単純に本当にあの 本当にお酒の話とかあの単純に趣味の話をゆるーくやりたいんだよねうんそういうのをちょっとや,やってみたいなと思ってんでどっかでやろうかなっていうふうには思ってますねあのー、ずたざっくり話すって感じです、えー、それを今準備してるって感じですあとはもうイベントの内容もそろそろ多分あのちょっとずつ話していくと思うんですけど、えー、まだちょっと今日はチケット あの、皆様のお手元に行けなくて申し訳ないんですけどね。届いたら、あの、届いた頃には、あの、ちゃんと、また。あの、イベントのこと話していこうかな、というふうには思います。えー、佐久間宣行のオールナイト日本ゼロ、毎週水曜深夜3時から1,7でライブ配信しています。誰でも無料で、スタジオの様子を見ながら、オールナイト日本ゼロの放送を楽しむことができます。ぜひご覧ください。 えー、ここで17からプレゼントのお知らせです現在「オールナイトニッポンゼロパーソナリティサイン入りグッズプレゼントキャンペーンを実施中ご応募はこの後午前10時に17のアプリでアップされるこのアフタートークのアーカイブ配信にコメントをするだけです、えー、抽選で5名様に「各曜日パーソナリティの直筆サイン入りコラボ T シャツが15名様にオリジナルコ,ロコラボステッカーが当たります詳しくは17公式 X をぜひチェックしてくださいというわけで佐久間信之でしたまた来週バイバイ